こんにちは。日本の達人プロデューサー山さんです。皆さんこんにちは。立ち食いそばが大好き前ちゃんです。<laughs> なんで立ち食いなんですか。やっぱりおそば食べててね、もうこれが完璧と思ってたらね、やっぱり追加したいものがいっぱい出てくるんですよね。あ、はいもうやっぱり後で後悔したくないから全部のせいなんてありますけど、まあ、今日お届けするのはリフォームでこのチェックシートをずっとまあチェックチェックしていくことが大切で。 ってお伝えしてですね。ただ、もうリリースしてから約半年経つと皆さんからあれももしかこれ結構大切みたいなものが追加のトッピングありましたんで、今日はその内容をお届けしたいと思います。どうぞやっぱりこれうん。定期的に皆さんの情報がまさにリホナビの財産となりますね。私はこれで失敗。トラブル場合、リホ友さんからチェックシートブック。 うん、トッピングです。チェックシート、こちら、現地調査、工事、引き渡し、契約書、ショールーム、各種チェックが大切という風に、皆さんのお手元に届いている、このゴールド会員限定なんですが、これを使っていて、今回ですね、チェックシート、追加分というのをこちら、お届けしたいと思います。この内容というのは、このチェックシートがまあ主にベースにあるんですけど、あ確かにそれもあったなという、今回のこれで失敗した、この2024年最新版です。 まず一つ目、夫婦家族間での情報格差。これ、うん、前ちゃんなんか特にご縁結びなんかも行くからよくあるあるで、山さんもあのお話聞くんですが、まず心構えですけれども、 リフォームの情報ってやっぱり家族で共有しないとですね、見ているそのよくある奥様だけがどうしても情報がどん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 前行って、旦那さんそこについてい行ってない。他の家族も行ってない。いや、なんでそんなこと言うのって。私も実はそう思ってたんだけど、これリフォナビを見るとということで、ここに温度差が生まれてしまうと一緒にですね、手ず、 えー、支えて、えー、前進めない。で、そこのリフォームの思いは奥さんだけ熱くて、いや、他の家族、旦那はなんか全然みたいな方。うん、この辺の価値観もやはり、しっかりと動画を合わせて、補聴を合わせて、さらに言うと、ここによって予算への理解も、あ、やっぱり今値上げしてるから結構、この数年で上がってきた。不動産も上がってきた。材料高も上がってきた。それがですね、リフォーナビでどんどん皆さんが予算より高くて,て、99%予算より高いんですよ。この最新情報を知ってると、いや、もう今上がってるよ。 って分かるんですけどその辺知らなかったら、いや、違うよ、なんかブログとか見たら、それ古い情報じゃないですかと、うん、いうことなんですね。ということが踏まえて、この業者おかしいんじゃない、ぼったくられてるんじゃないって、この辺もすごくあの業者選びのところで、実は情報格差から生まれているのかなと思うんですが、かがちゃん、そうですねあの、旦那様が参加しているリフォームは、結構やっぱり。 円満に終わってるというかね、あの、うまく進んで満足度も高くなってる傾向はやっぱり見られますよね。やっぱり、あの、最後の金額のジャッジだけで、あの、旦那さんが出てくるとですね、あの、せっかくこう、満足度の高いリフォームで、奥様も満足し、あの、納得いただいた金額だったんだけど、ね、さ、あの、金額だけを見ると、あれなんか予算より高いからダメ、みたいな感じで、えー、奥さんががっかりみたいな形も、あの、よく見てますよね。 いや、お前の言う通りやってたらいいって言ったはずなのにって言いながら、それはもうね、表向きは、そう言いながら実は関わりたくないっていう形で思ってるかもしれませんので、そういう形じゃなく、旦那さんも一緒に今見てるんだったら、それはもうバッチリですけれども、この情報カ差サ、えー、大、ても大切です。二つ目、LINE を活用する。今、この、えー、リホトモさんみんな LINE で気楽じゃないですか。これがですね、以前であればあったりね、いろんな電話したり、その、実は営業マンも、もう煩わしいわけですよ。ただ、 えー、さすがにですね、お客さん、LINE 交換してもらっていいですかと言えないんで、あなたが LINE 交換をお願いしますっていうふうにやる方がスムーズかなというふうに思います。うん、一部のね、工事ごあさんは今、LINE をうちは活用してますっていうふうに言うんですが、まだまだちょっと少ないですから、何より何より大切なのはですね、言った言わない。で、記憶は曖昧という形、記録は正確。つまり、この LINE で、その品番とかね、いろんなものとかやり取りしたあ、ちょっと待って。 あほらこの時点で書いてますよねということで、やっぱり、えー、画像とか文面もつけれますので、グループ LINE なんか作ったら、工事管理も確認がしやすいということはありますけれどま舞ちゃん、この LINE はどうでしょうか、舞ちゃんもやり取り、LINE で両友さんとしてますもんねそうですね、メールって、まあ、開くんですけど、1日1回とかね、あ,の、まあ、あ今日開くの忘れてたとかあるんですけど、LINE だったらやっぱり携帯ってしょっちゅう見ますからあの、来てるとちょくちょく確認できますし、簡単に画像もポンと送れますしね。 あの、現場のやり取りするとき、あと、思いついたけど、次会ったとき言おうと思ってても忘れちゃうこととかあるんで、あの、すぐ思いついたらパッと言えるんで、LINE はすごく便利だと思います。 いやー、まあ、そもそも論ですけど、メールのその前に、電話でね、営業マンかかってきたら、運転中とかで電話出ないし、そういった面で言うと、打ち合わせ中の時も電話出れないじゃないですか。そういう面で、やっぱり LINE が気楽っていうこと相手の立場、相手の脳に入って考えると、確かにそうだな、私も言いたいからって電話すぐかけても、電話しづらいしなんていうことで、LINE を活用していただければと思います。ショールームでも伝えるうん。実はですね、現場調査チェックシートなんかでは、例えば直感接続とか、その見切りの入れる場所とか書いてある ったんですけど今回、その両、えー、ムさんから言ったら、これ、ショールームの時にもあった方がいいんじゃないのということで、今回、追加させていただきました。高圧洗浄をショールームアドバイザー、やっぱり知らない人が多いわけですよ。だって、そうじゃないですか、ショールームアドバイザーは何もプランを作る人であって、現場の施工を見たことない人だらけなわけですよ。現場のところを見るのは工務店ですよね。ショールームアドバイザーというのはプラン作ってるだけ、だからもし、あのショールームアドバイザー自体がですね戸建てに住んでいると、高圧洗浄を見たことないわけですよ。 前提にお話しする中にはそういった形で私もマンションなんで分かりますっていう方いらっしゃるんですが、その高圧洗浄直感というイメージが、えいや、あの、よく分からないんですが、あの、現場で相談してくださいということもありますが、メーカーによっては、キッチンによって直感の配管持ってる、洗面は直感持ってる、えー、うちは洗面は直感持ってる、いろいろありますんで、ショールームに高圧洗浄を対応できる直感接続の部材を入れてください。これがポイントになります。そして、キッチンパネル。前ちゃん、我々リフォームしてたときに、パネルって、 継ぎ目は何で仕上げてました。一般的に多くはもうパネル。 の99%はコーティングでですすよよねああ山さんもそうですよつまり、それが一般的なんです。ただ、それは出来上がった時は高級が綺麗だから、この点はそう思ってるけれども、やっぱり使っていくとね、だんだんそのホコリが溜まったり、劣化してきて切れてきたら嫌じゃないですか。だからもう見切り材にしましょうということで、その見切りをしてるんですけど、見切りを入れるという感覚がない。見切りってどこかって言ったら、パネル同士の付き合わせ。ですから、例えばコンロ前とシンクのパネルで2枚貼ったりすると、付き合わせもあるし、そのコーナーの部分もありますからね。あとエンドの 部分も、まあ、見切り。まあ、一般的には、付き合わせのとこ、ジョイナーって言いますけれども、その見切り材であったり、ジョイナーというのを、ショールームでしっかりお伝えする、色も大切ですよね。うん、そして、過去のトラブル。例えば、天板が、えー、今は60センチの奥行きの天板。そして、それが、今、最新はほとんど99%、65センチ。それによって、出窓の中の掃除ができない、照明が届かない。さらには、その出窓の開け閉め。そして、えー、釣り糖を開けた時に、天井に、 えー、証明があって、そこと干渉する、なんかの過去のトラブル、このような内容をチェックシートにいろんな形で入れてますので、今回、この2つ、チェックシートの方に入れましたが、もっと大切な内容はチェックシートの方の方がありますが、こういった形の皆さんのリフォームの失敗をどん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 これからも追加していきたいと思います。まままちゃんんこここれれややっっっぱぱ皆ささのトトラブルやっぱここが財産になってますねこれチェックシーたた更新されましたよ そうですね。あの、これも思い返せば、あの、営業の時よくあったことですし、あの、ビフォアがね、釣り糸の上に幕板が作ってあったけど、いや、次はね、あの、天井に丼付けしたいのよね。あ、わかりました。じゃあ、幕板作んなくていいですね。って、天井どん付けしたら扉が当たっちゃうみたいなね。 ありますよねそうなんですこれらをショールームの方でぜひえ確認するという形では、やっぱりえプランシートをしっかり書いて、それをショールームに持っていく、このチェックシートの内容をぜひ活用いただければと思います。さらに、えー、実際に次は現地調査になりました。これは曖昧さがトラブルのもとなんですよ。例えば照明の取り付け位置、コンセントの位置、これ曖昧にしたい。 まちゃん大きなこと言っゃあれですけど、ああ、分かりましたって、合間にしたくないですか、なんかしっかり場所決めたくなくないですか、もう工事に職人に来たとき、なんでここでいいですかってやりたいですよねやっぱりあのエイジョマン忙しいですからね、あの、現場でこう、あんまり長いしたくないっていうのは <laughs> あったりする場合もあるんで。 あのどこにしようかなってずっと悩むのに付き合うのが結構大変とかだったりするんで、まあそれは当日でいいですよみたいな感じで行くことは多いですね、正直ね。それだったらもうあなたがちゃんと手プラでここって貼っといた方がいいんですよね。そういった面で言うと、うん、曖昧さがトラブルの元そしてマンションの洗濯機パンもトラブル多数ありますよね。かさ上げタイプじゃないとマンションの洗濯機がドラム式になって大きくなって、そして排水口が左になってない、ちゃんと手前にやるこの辺の打ち合わせが大切それもチェックシートです。そそしてのの時の水洗浴を上 そのかさ上げすするることによって洗濯機は干渉するだったらコンセントの位置もちゃんと確認しとかないと、これも曖昧さにしてたから、釣り灯を下げようと思ったらコンセント干渉する、いろんな意味で曖昧さがトラブルのもとになっているんですよ、だからこそチェックシートっていうのはその、自分がチェックできないっていうのは、それは曖昧さそうまさに チェックシートは印刷して使うからこそ、読むからこそじゃないです。使ってからこその意味だねだなと思いますね。壁紙の貼り間違いありますよね。これもね、実際に仕上げ表を、えー、作成してくださいっていうふうにお願いしてるのは、本来はこれ現場がやることなんですけど、もう別にトラブらないためだったら、あんたが別に作ってもいいわけじゃないですか。仕上げ表を作っていただいて、それを壁にベターンと貼る。 で、何だったら、もう一番最高なのは、壁紙のサンプルを手に入れてたんですよ。それを貼ったらもう間違いないんじゃないですか。そこまで、あなた、私がまるで現場管理者。そう、まさにこれからリホナビ流は、あなたが現場管理者のようなポジションをすることによって、現場の写真を送って、えー、LINE で営業マン行くと、営業マンが、あ のすいません。ありがとうございます。現場管理までしてもらってますね。いやいや、これこそ、うんえー、あなた自身のリフォームを一緒に作る。まさに、バーベキュー方式のように、一見不便による、えー、イメージかもしれませんが、えー、実際に自分も参加する、そんなリフォームでいいんじゃないでしょうか。そのためには、施工指示書、いわゆる仕上げ表は施工指示書の役割を持ってますので、あの、えー、仕上げ表をぜひ書き込んで、書き込んで、チェックシートの中の、えー、内容を活用してみてはいかがでしょうか。壁紙、貼り間違いあります。そして、リフォーム工事中の 準備,準備するもの、養生シートの上に貼る、スリッパ、さらに、えー、これ、家はもう工事現場化するわけです、埃だらけになるわけです、わ、ブルーシートで、あれなんかもう、えー、ここ工事現場、いるとこないわね、だからこそスリッパ大切です、そして小さいざる、ゴミを、もうなんか工事中、えー、2週間、3週間、あれ、ラーメン、それ汁する。 捨てるのどうしよう。洗面台がシンクになるからこそ、それがつまらないためにも、カップ麺の残り汁を捨てるのでとっても大切だ。この、えー、小さいザル、ゴミ用のネット。そして冬場は北海道という形になっています。朝に見切り材を確認する。工事当日、キッチンの見切り材の位置、サイドサイド確認してくださいね。もうこれだけ言っていてもですね。いやー。 言われてたんだけど、分かってたんだけど、っていうことあります。なんでこの見切り剤の色にしたんだなんで私、もうなん散々聞いてるのにっていう、もう本当に聞きますので、この動画見てる方、見切り剤の位置、見切り剤の色、そして見切り剤を入れるということも含めて、ぜ、え、ひ、ーえー、工事当日にも、それから、高圧洗浄の蛇腹もこれも、えー、確認してくださいね。これ言っていても皆さん、やっぱり数名、やっぱりそういう同じトラブル出てますんでね。引き渡し、竣工検査、えー、キッチン、末月業24時間は抗菌の触らない。こちらも大きなポイントでした。まあちゃんザザザ ざっと今までのところ、何か、えー、気になるところ、思いつくことありますか、はい、あの改めてです、ね、あの思うあの、知っていただきたいのがあの、営業マン、やっぱり数々の現場行ってて、えー、人現場に対して、まあ、確認することは、まあ、言ってみれば何百とあるんですよね。 で、それを打ち合わせを何回もいろんな人とやってるので1回言ってるからプロだから覚えてるって思うかもしれないんですけども、やっぱり人間なのであの漏れますんで何回も言ったら失礼かなと思うかもしれないんですけども、何回でも言ってくださいあのそれでミスしてる方山ほどいますのでよろしくお願いします。はい、ということで施工指示書を貼るチェックシートをする朝にこの確認する今回、まあ、新たなこの、えー 2024年版チェックシート追加項目を入れさせていただきましたんで、ぜひ、えー、活用してみてください。リホダビセレクト、春のコーディネートブック、選べる5つのインテリア、ナチュラルモダン、ジャパンディー,ジ、えー、ヴィンテージ、マイチャンセレクト、春のコーディネートブック、ゴールドカイン限定プレゼント。そして今日お届けした内容はこのチェックシート。このチェックシートをダウンロードして買い込んでいただいている、そのあなたにとって、さらに追加。えー、これから、えー、工事しようと思う方は、ぜひこのチェックシートをゲットしてみてください。知っておくべき大切なことをリホンブルーにならないため、この内容が今 回の追加項目でもありますもっと暮らしを楽しもうチェックシートブックでした お深いおすすめです。リフォームさしと同じ悩み、他の人の質問、YouTube で AI 配信、個別アドバイス、シェアシェア。まさにこんな内容で出た話なんかをですね、ギュっッと凝縮したチェックシート、追加項目になっております。まずはこの QR コードを読んでいただいて、このタイトルのとこをポチッと押すと、LINE で気軽に聞いてみよう。マさんにコメント追加。友達追加していただいて、コメント、えー、スタンプ1個押していただければと思います。ということで、今日お届けしたのはチェックシート、ブックの追加版でした。まいちゃん、いかがだったでしょうか はいえー、とーね再度言いますけども、えー、プロだからできると思ってたと思って、ね、あのチェックシートブック書いてるのは分かってたけどあえて言ってなかったとか、ね、あ,のところあるんであのミスをあのやっぱりできてなかったところを集めたトラブルの元を集めたのがチェックシートブックなので1つも残らず必ず確認していただきたいですね。ということで、えー、ぜひ、えー、こちら素敵なリフォーム成功に導いてく、えー、いくようなシート活用ください。いきますよ、はい、せーの 必ず、できるいってらっしゃい最新版追加項目でした。ありがとうございます。